お待たせ。遅い。ごめんごめん、ちょっとイルカ先生とラーメン食っててさ。ちょ、ほらこの先でヤマト隊長が待ってる。へえ。あのなるん、どうした。あれ、呼び方が。あ、いや、この前本で読んだんだ。他人とそれで本人は名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるってか。だからそのこれからは二人のことを呼び捨てで呼んでも。お前でもそんなこと気にすんだな。別に改まって言うことないのに、気軽に呼んでくれていいのよ。そうそう、俺たちに遠慮なんて必要ねえってば。あ、うん、よし、さくらちゃん、さい、さっさとヤマト隊長に話を聞きに行こうぜ。よう。あれ、かかし先生じゃねえか。体はもういいんですか。ま、お前たちのおかげで大きな休暇をもらえたしな。それで、君が新しいメンバーの。はい。かかし先生、俺、先生に会ったら言いたいことあって。ん？どうしたのよ、急に真剣な顔して。あのさ、俺たち、前の任務で天地教に。その話か。だったら、ヤマトから全部聞いてるよ。今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。え？ずっと考えてたんだよ。お前が強くなる方、その修行をやれば、ナルト、お前はある意味では。カカシ先生を超えるって、一体どんなことやるんだ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術？そうだ。ま、今回呼び出しをかけたのも、この話がしたかったから、やるか？へっ、今は何が何でも力をつ、少しでも可能性があるってんなら。やってやるってばよ。いい返事だ。修行は演習場で行う。準備が整ったら来るように。さて、これからのことなんだが、実は僕も修行に付き合う。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね。さすがだね、察しが良くて助かるよ。え、さくらちゃんってば大丈夫なの。二人、私たちは修行の手伝いできないからね。その代わり必ず修行は成功させんのよ。いわ。も、おお。それじゃ、僕たちは演習場に向かおうか。おし、やってやるってばよ。来たな。さっさと始めようぜ、カカシ先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？それってば。チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の。細かい説明するより、まずは軽く手合わせをするぞ。戦いを通してお前の性質を見て。了解。僕が行くぞ。
いつでも行けるよ。ここはチャンスだ。回帰の戦艦。うわぁ、よっしゃ、また。いつでも行けるよ。よっしゃ、行くぜ。ここは僕が行くぞ。よし、あとは俺の性質を教えてもらうってばよ。なるほどね。で、俺ってば何の性質？お前の性質は風だな。あらゆるものを切り裂く戦。俺ってばすげえ。いや、まだ分かっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。よし、いや。さて、ナルトの性質が風なのであれば。なあ、おい、そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2便も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえ。っておい、聞いてんのか、カクズ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いて。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力。九尾のね。じゃあそいつが新たな邪神様の煮えって。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。おいおい、それを俺に言うか。楽しみだった。第三章、不死の暁。くそ、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせ。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、言いやがる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつ。なんかあったんすか？別に何もないよ。ただそりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だか。そりゃ俺もこの前までそう思ってたけど。じゃ誰なんすか？お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか？ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行っそんじゃない。よう、待たせだな。お、来てくれたか。あれ、なんでアスマ先生がここ。アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね。え、アスマ先生も風の性質持って。おいおい、そりゃこっちのセリフだ。まさ、そうか、そうだったのか。じゃあ、だいたい言いたいことはわかる。どうせそう、その通り。しかしコツといってもな、
気にかけることはすごくと、チャクラを二つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐ。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった。さっき教えたことを反芻しながら。よし、やってみるってばよ。なるほど。